クリスティアン・レオポルド・本文ン・ブフ男爵は、ドイツの地質学者、古生物学者、ウッカーマルク出身の貴族の家に生まれた。フライベルクの鉱山学校で、アブラハム・ゴットロープ・ウェルナーに学んだ。一緒に学んだ学生にアレクサンダー・フォン・フンボルトがいる。多くの地質学の分野を研究した。はじめ火山学を学んだが、後に化石の研究を行った。 1815年にはカナリア諸島を調査し、テーデ山のラスカニャダスの地形を報告し、カルデラの用語を初めて用いた。市準化石の用語を確立し、創女学のパイオニアとなった。1826年にはドイツの地質図を作成した。1842年にロンドン地質学会からウォラストンメダルを受賞した。 1853年に没すると、ブーフが設立者の一人である、ドイツ地質学会は、レオポルト・フォン・ブーフメダルを創設した。ベルリンの自然史博物館の入り口に銅像が飾られている。ブーフは、植物の学名で命名者を示す場合に、レオポルト・フォン・ブーフを示すのに使われる。ありがとうございます。